はい。今回は定着率アップ7メソッドの中から3つ目、会員ランク型について見ていきます。会員ランク型というものは、会員にランクをつけるそのままですね。そのまま文字通りになります。まあ、会員にランキングをつけて、あるいは順位をつけていくということですねで。その順位っていうものは、例えば下から上までステップアップしていくことで優越感を感じて、会員でいることへの意義が出てきますよということですね。 例えば、ゴールド会員とか、シルバー会員っていうに、会員ごとのランク分けをしていくと、もちろん上級会員の上の会員の方っていうのは、会員でいることに、さまざまな、こう、特典だとか、まあ、意義が出てくるわけですよね。特、ま、典、あ、がもらえたり、いることの意味っていうのが出てくるわけです。そうすると、継続率って上がりやすいですよね、ということですね。会員ランクごとにサービスレベルを調整するということです。 ゴールド、シルバーという、例えばレベル1、2、3って分けたときに、みんなでね、会員ごとへ全部同じサービスでは、やはりこれ続きづらいわけですね。例えばゴールド会員、上級会員にはいいサービスを提供する。サービスの量を増やすとか、質を上げるっていうふうに調整しなきゃいけないわけですね。 なので、一番下の会員さんのランクと、一番上の会員さんのランクっていうのを、サービスレベルをとても調節しておかないと、継続率は下がってしまいますし、先ほど言った、ステップアップしていくことの優越感とか意義って出てこなくなってしまいますので、サービスのレベル、扱い度合いっていうのはね、調節してください。例えばね、プラチナ、ゴールド、シルバーってありますけども、まあ、プラチナがね、上級会員、シルバーがまあ一般会員というか、ランクごとに、例えば特典とか割引をつけましょうということですね。 シルバー会員よりもゴールド会員のが割引のね、率が多いとか、得点の数が多いとかっていうふうにランク分けをしたら必ず与えるものを調整していきましょうということですね。これが会員ランク型ということになります。